はいみなさんこんにちは数学講長の下島雄一郎です それでは第二百七十回順二級二次四角二番括弧三こちらの解説を始めます。えー、なおこの検定はですね、えー、平成二十七年四月十一日土曜日に行われた検定でございます。はい、それでは行きましょう。四角二番はこれはですね、あの中学校のまあ数学の二年生ですね、もしくは三年生で扱ういわゆる式の説明ですね。えー、こちらの問題になっております。それでは問題の方入っていきましょう。はい、エ、え、ヌ、ー、をゼロ以上の整数とすると、五、えー、で割って二、えー 余る正の整数は 5n プラス2と表すことができます。えー、これを用いて、えー、5ではと。 で2余る整数の平方、まあ括弧2乗に1を足した数は5で割り切れることを証明しなさい。まあ証明技能ということでございます。まあいわゆる証明問題ですよね。で5で割り切れることを証明するということはですね、まあどうすればいいかというと、いわゆる5をかけるなんとかの形ですね。その形に持っていくと。例えばですね、よくやっちゃうのはですね、あ、25倍の n プラス 20n で、じゃあ25も20も両方5で割れるからっていうことをですね。 まあ書く方がいらっしゃるんですけどそれだったらじゃあちゃんと「5」でですね、あのー、ちゃんと分配法則でくくり出してくれっていう話になってきますのでいいですか「5」で割り切れるということは「5」をかけるなんとかですよ「5」をかけるなんとかその形できちっと持っていってください。ははいそれではやっていきましょう えー、そうしますとまあ問題の2これは、えー、誘導に乗っていきましょうかそうしますと5で割って2余る正の整数の平方に1足した数まあ簡単に言いますとこの 5n プラス2を二乗してそれに1を加えればいいということですよねそこがスタートでございますはいそうしますと証明ですねはいまずは 5n プラス2の二乗プラス 1、まあこれを証明するということですね。これがきちっと5で割り切れることを証明するということでございます。はい。そうしますと、あとはこのカッの2乗のところこれを展開していきましょう。そうしますと、はい、えー、55n2 乗ですよね。25n2 乗。はい。そして次が、えー、2かける 5n かけ2ですからプラス 20n。 はい、そして、えー、2人が4プラス1ですからプラス4プラス1ですね。まあここはちょっと分けて書きましょうか。はい、こうなります。そうするとここ、えー、4プラス1ってこれ5ですよね。はい、そうしますとまあここ一気にまあ5と書いてもいいんですけど、よくやってしまうのが2 5 n 2乗プラス 20n プラス5で25、25それぞれすべて5で割り切れるので証明できた。 で書く方がいらっしゃるんですけれどもそれではきちっと証明をしたことにはなりません先ほどお話したようにですね5で割り切れるということであればいいですか5をかける括弧です5をかけるなんとかですその形できちっと示してくださいということですのではい、5で割ります5で割れる5で割れるそういうことをきちっと示してくださいそうしますとイコールはいこれで終了ですいきますよはい、5倍の括弧 5n の二乗ですねはいそして 20n は5で括るとはい 4n ですよねはいそして4プラス1っていうのはこれは 5ですからこうプラス1ですよねはいもうこれで示せたわけですよねでまあ、えー、きちっと証明しますと 5n2 乗プラス 4n プラス1は整数より第1、えー、は示されたみたいな形で書くのが、えー、よろしいかと思いますけれどももちろんですね、えー、ここまで書きましたら ここまで書きましたらよって代位は示されたって書いていただいても大丈夫でございますここからの書き方はお任せしますはいでも結論はきちっとですね最後1文文章で書いてくださいねはいそうしますとですねまあこういう書き方がよろしいんではないかと思いますはいそうしますと、えー、N は整数ですから、えー、5N2 乗プラス 4N プラス1は整数より 題、ね、は示されたと。はいこれで OK ですねこれで証明終了です、はい。ということでございます。よろしいでしょうか はい、えー、簡単でありますがここも一通り解説していきましょう。はい、えー、求めたいのはですね、求めたいというか証明すべきことっていうのは、あの 5n プラス2の二乗プラス1これが5の5で割り切れるということですよね。はい、えー、5で割って2余る正の整数の平方のの二乗に1を足した数は5で割り切れることを証明しなさいといったことですよね。そうしますと、はい、スタートはまずこの式でございます。5n プラス2の二乗プラス1ですね。 で、これは展開しましょう。展開すると 25n 以上プラス 20n プラス4ですよね。で、まあここも1。加えてプラス5。ってやここ書いていただいても。 全く構いませんただここで終わりにしないでくださいいねここでいきなり「代」は示されたって書いたらですねこれは減点対象です。というのもでここで25と20と5は5の倍数よりとかね5で割り切れるとかそういったことを書いてもですねだったらちゃんと「5」をかけるなんとかっていうのを書いてく,さくださいという話になってきますので最後にきちっとですね「5」をかけるなんとか 5n+4n+1 っていうことをですね、えー、きちっと書いてください。ななのののででここ式式がが重要なんですこの式が これがきちっと書くことができるかっていうことが重要なので、この式絶対書いてくださいね。この式ですよ。いいですね。この式絶対書いてくださいね。はい。それで、この式が書ければ、あとはオッケーです。はい。あとはきちっとですね。まあ、よって題は示されたというですね。まあ、一文を書いていただければ、大丈夫でございます。はい。よろしいでしょうか。はい。ではですね。ええー、以上をもちまして、四角二番ですね。第二百七十回十二級二次四角二ええー、括弧三ですね。ええー、解説の方を終了いたします。ありがとうございました。